どうも、ソンツンです。おはようございます。前にね、ライブでマカオの人からだと思うんですけれども、なんか私におすすめしたいお店があるということでですね、そのお店の営業時間が朝6時から昼のね、1時半までなんですって。毎週月曜日から土曜日までの営業で、今日土曜日になるんですけれども、あんまりね、ゆっくり行くとね、麺とかが売り切れになってしまうっていうこともあるらしくて、今朝のね、6時ちょっと過ぎなんですけれども、これからですね、行ってこようと思いますので、まずはですね、この場所から世界遺産のローレンス教会近くへ移動していきます。では、朝なかなかね、この広場いい感じですね。こちら世界遺産のオーガスティン教会、そしてドン・ペドロ五世劇場のところからですね、移動していきまして、前にね、坂を下へ下って、そしてローレンス教会の方へと移動していきます。なんかすげえ爽やかな朝だな。人もね、いないんで、すごくなんか気持ちよく歩けますね。ドン・ペドロ五世劇場、そして坂を下って、しばらくね、まっすぐ歩いていきます。そうしたらですね、歩いてこの場所からであれば3分くらいですね、3分4分ぐらいでローレンス教会に到着になります。はい、それでは世界遺産のローレンス教会の前になります。で、お店なんですが、このローレンス教会の階段からですね、もうすぐ降りたところ、真ん中に映っているこのお店になります。フェイザイジーカーフェイメイシーというお店になります。中の店内こんな雰囲気になっております。朝一に来てるんでね、お客さん一人しかいないんで、ゆっくりと座れますね。で、メニューがこんな感じになっております。基本的にはね、全部麺のメニューになっておりまして、若干ね、一品物がね、野菜の茹でたやつとかね、があるんですね。で、飲み物とございます。チンタオビールもね、一つありますね。支払いは現金のみ。麺食類なんですけれども、フォー、ビーフン、麺、どちらを選んでも同じ料金ということですね。あと、もし出前一丁に変えるんであれば、プラス5パタカかかります。これですね、日本語で言うと替え玉ですね。替え玉にするんであれば14パタカですね、追加で必要になります。で、お店に入ったらですね、もうすぐにね、注文何するんだって聞かれるんで、辛くするかしないかもその時に同時に聞かれます。もう早速ね、私注文して出てくるのすごい早かったです。注文してからね、1分2分ぐらいで全部出てきましたけれども、こんなやつを注文しました。飲み物と麺を1つずつ注文したんですけれど、麺は、ね、普通のオーソドックスな麺なんですけれど、で、野菜がついていて、朝からなかなか豪勢ですね。このチキンウィンと、そして牛すじのお肉ですね。麺のスープはね、こんなさらっとしたスープになっております。あとアイスミルクティーですね。いただきます。ガムシロップね、入っちゃってるんですけれど、そこまで甘ったらくなくて、すごいすっきりして飲みやすい。そうですね、牛肉とね、そしてトマトの入ったちょっと甘い感じのスープになってます。麺タイプでしっかりコシもあって、日本人好みのね、麺のスタイルだと思いますよ。牛すじ肉ですね。牛すじうまいわ。柔らかくなって、すんげえうまい。このチキンウィングはね、一番最後の楽しみにしておこうと思います。
てはですね、麺とかね、あと牛すじ肉はね全部食べたんですけれど、チキンですね、あ、結構豊富に入ってたんですね。なんかそこの方に沈んでて分からなかったんですけど、チキンウィング、はい、あとチキンレッグですね、これはね、すごくね柔らかそうなんですけど、じゃあこれからね、最後に食べていきたいと思います。もちろんね、柔らかくコロコロになってて、すげえ食べやすい。チキン食べ、牛すじ肉を食べ、麺食べ、ね、あと、まあ、レタスもね、朝からね、すごい栄養満点な麺ですね。赤いやつがね、トマトなんですね。ベースはね、ビーフとトマトのスープですね。ではですね、麺全部完食しました。いや、本当美味しかったな、これ。おすすめしていただいてありがとうございます。はい、それではですね、今日はマカオの方からおすすめあったこちらのお店、フェイザイチカフェメイシというところで、朝一からね、麺とミルクティーで食事させていただきましたけれども、朝から麺ということだったんで、ね、あんまり私も朝一から麺を食べることはねそんなにないので、なんか重くならないかどうか心配だったんですけれども、いやいやそんなこともなくてね、もうお箸も止まらないぐらいスーッとね食べれましたね。あのスープがね良かったですね。牛肉とトマトで煮込んでるスープだと思うんですけれどね、他のお店にはないスープでね、非常に満足しております。でお店の方なんですが、朝6時から昼の1時半までとなっております。なんか昼ぐらいに来るとね、麺が売り切れになってることもあるぐらいね人気のある店で、私もね何度かねお店の前過去に通ったことがあるんですけれども、確かにねお昼ぐらいになるとずらーっとね人が並んでたんですよ。あんまりその時はねそこまで意識せずにね前を通り過ぎただけだったんですけれども、あと私食べてる時にね、店内で座ってるのはねもう私とあともう一人の人だけだったんですけれども、この周辺に住まわれてる人かな、テイクアウトでね買いに来てる人も多かったですので、ここで買ってなんかオフィスとかにね入って、仕事が始まる前に食べるっていう人もね多いんじゃないですかね。朝食をね家で食べずになんか外で買って、でオフィスに持って行って自分のデスクのところでね仕事が始まる前にねバーって食べるっていう、まあ、そんな人もね多いんですけれども、まあ、このお店の麺もねそんな感じでね利用されてるんじゃないでしょうかね。まあ、皆さんも興味ありましたら、まあ、なるべく早い時間を狙って、まあ、今日私朝6時過ぎぐらいにね来ましたけれども、昼前ぐらいにねお越しになられた方がねいいんじゃないでしょうか。ということで今日はここまでということにさせていただきます。どうもソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。それではチャンネル登録をして私と一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。